はい、こんにちは、りゅうやです。今日はですね、トイックで点が欲しいけど何をしたらいいかわからないっていう大学生、そしてどんな勉強したら点が上がるのっていうね、こんな悩みを持って結局ね点を上げたくても行動してない大学生のあなたです。はい、そういう方に向けて動画を撮りたいと思います。ということで今日のテーマはですね、僕が245点から630点までに上げるまでにした勉強法と手順というテーマで話していきたいと思います。今日はですね、まあちょっと前の動画を見てる方とかわかると思うんですけど、ちょっと見た感じ違いますよね。はい、今日は実家からお送りしております。はい、こんにちは。はい、ということで進めていきたいと思います。で、この動画をね見て実践していただければ、TOEIC 600点台正直誰でもいけます。はい、でちなみにね、英語の勉強を始める前、だから245点台の時の僕は本当に全く文法の知識も、語彙力もありません。はい、高校時代僕はサッカーしかしてないし、大学入る時も、指定校推薦で面接だけして入りました。はい、なんでセンター試験とかね受けてる方とかは、まあ、ある程度ちょっと英語の勉強とか文法の知識とかちょっとあると思うんですけど、もう何もありません。はい、何もない状態から630点まで、はい、来ることはできました。5ヶ月6ヶ月ぐらいで。はい、ということでですね、まあ、この方法、僕がこれから言う手順勉強法をやっていただければ絶対誰でも、600点は行くことが、はい、できると思うので、ぜひ実践して最後まで聞いてください。でまず最初にですね、 TOEIC 245点から630点上げるまでにしたことっていうことを最初にまず言っていきたいと思います。で、結論から言うとステップ1から4ありまして、はい、ではまずステップ1ですね、まず英単語をやりますと。はい、でこれは学習開始日から受験日まで毎日やります。で、ステップ2、はい、文法をやります。英単語と並行してですね。はい、でステップ3、次に問題を、どんどん解いていく。で、ステップ4、トレーニングをしていくっていう感じですね。そういうシンプルですよね。とてもシンプルな流れでやっていきます。でもこれだけで僕は600点いきました。はい、シンプルな流れですけど、このステップ1から4やってください。まずはですね、ステップ1の、単語を始めますっていうことですね。まず最初の最初は単語からやりましょう。で、教材は、まあ、キンフレがいいと思います。はい、キンフレですね。はい、で TOEIC のための、単語帳なので、これは間違いないと思います。もうキンフレ買ってください。で、学習法については、まあ、僕の前の動画で解説しているので、そちらを見てください。そちらも概要欄に貼っておきます。はい、見てください。で、そんな感じで単語は学習開始日から、受験日まで毎日やります。はい、次ステップ2ですね。だからその単語を毎日やってますよね。それと並行して、文法を最初はやってください。はい、まず文法をやるってことですね。で、教材はですね、一応2つ今回用意したんですけど、一つだけやればいいです。で、一つ目、いきなりスコアアップ、TOEIC テスト600点英文法集中講義っていうのと、二つ目が音声ダウンロード付き TOEIC テスト中学英文法で600点単行本テストですね。これ二つとも概要欄貼っておきますので、ぜひ見てください。で、他にもですね、結構動画英文法とか出る専門っていうね、まあ、これも本とかいっぱいあるんですので、自分でね、まあ、ググってそれに自分に合うのでも全然大丈夫です。はい、なんでとりあえずでも文法は最初はやりましょう。はい、でこれをですね、2週間から、まあ、最大1ヶ月で終わらせてください。これはパパッと終わらせてください。でもう最悪ね、終われなかったら、その1ヶ月で終われなかったら諦めてください。もう次に行っちゃってください。で、本当にこの時のポイントは、で文法の本ですね、1週くらいしたら終わりでいいです。で、完璧にしようとして3ヶ月とかずっと文法のことをやってると次に進めないので、もうね、3週間くらいやるか、ね、本を1冊やったら次に進んでください。はい、でその次のステップが、ステップ3、次が問題を早速解いていくっていうことですね。で、早速問題を解いてください。で、ここでおすすめする教材は、まあ、教材というか、はい、公式問題集やってください。はい、もうこれでね、いいと思います。公式問題集やってください。で、次ステップ4です。で、問題を解いたらトレーニングしてください。はい、で、このステップ4が、めちゃくちゃ大事で、多くの人が問題を解いて答えを確認して、はい、満足、以上、終わり、ここが間違えたんだね、満足、はい、以上っていうね、
これがダメなんですよ。でこれ一歩も成長してないのと本当一緒で、もうこれで一切点数伸びませんので、問題を解いたら、文法何が間違ってたとか、そしてそれをシャドーイングする、ね、精読する、ディクテーションするとか、まあ、そういうことをやってください。でですね、これについてはあの各パートごとにね、あの学習法の動画を早めに出していくので、そちらを見ながらぜひやってください。で本当に解いて答え合わせして、はい終わりだけは絶対やめてください、はい、このトレーニングがめちゃくちゃ大事です。そこが、点数を上げるポイントになるので、解いて答え合わせ満足やめましょう。トレーニングをしっかりしてやってください。で次にですね、トイック200点台から600点台までに必要な時間はってことですね。結論から言うとですね、基本的に、100点上げるのに100から150時間くらい必要とされています。なんで、まあ、かける4倍なんで、まあ、大体400から500時間ぐらい、必要となります。で本当イメージしてないのでちょっと言いますね。1日1時間を例えば勉強したとして、で1ヶ月でまあ大体30時間くらいですよね。なので3ヶ月で100時間に到達します。3ヶ月で、100点くらいですね、はい、僕のケースだとあの5ヶ月くらいで大体630点くらいいったんですけど、あの平均的に毎日30分から1時間くらいトイックの勉強をして、英会話カフェを平日、毎日1日40分くらいやりました。でそれを5ヶ月くらい続けたら630点いきました。でそう見るとあの全然ね、あの500時間400から500時間をもうやってないんですね。だから一般的に言われている、まあ、100点上げるのに100時間か150時間ぐらい必要って言われてるんですけど、ぶっちゃけね、あのそんなに必要ないとは思います。まずはあの初心者の方はまずは1日1時間やりましょう。これでいいです。1日1時間を絶対、やりましょう。でここであの聞こえてくるのが、そんな時間ないよとかいう人がね出てくると思うんですけど、そんな言い訳は絶対しないでください。で絶対にね1日1時間くらいはできます。でましてや大学生は時間がありますので、はい、ぜひぜひやってください。で電車の時間だったりとか、で起きるの30分早くするとか、携帯いじる時間30分減らすとか、うんこしながらやるとかごめんなさい、テレビの時間を30分減らすとか、はい、朝飯後に30分やる、夕食後に30分、そうやってねあの時間を作って、ぜひ1日1時間から始めてみてください。今あのさっき言ったステップ1から4ですね、コツコツやってください。そうすれば、400時間も500時間もやんなくても600点台いけますので、はい、やってください。でまとめですね、今日はね僕が240点から630点まで上げるまでにした勉強法手順というテーマで話してきました。でまず最初にね、トイック245点から630点上げるまでにしたことなんですけど、ステップ1から4あります。ステップ1、英単語を始めます。これは学習開始日から受験日まで毎日で、それと並行してステップ2、最初は文法をやります。でステップ3、次に問題をどんどんやっていく。ステップ4、トレーニングしていくっていう感じですね。はい、でこのステップ4がめちゃくちゃ大事で、多くの人が問題を解いて答え確認して満足、これじゃ一切点数は伸びないので、文法を確認してシャドーイングやったり精読やったりディクテーションしたりとか言って、しっかりとトレーニングしてください。でこれについてはね、本当各パートごとに学習法だったりとか動画、学習法の動画を早めに出したいと思いますので、ぜひそれを参考にしてください。で次にですね、トイック200点台から600点台までに必要な時間はってことなんですけど、平均的に言われているのは100点上げるのに、100から150時間必要と言われているので、まあ、200から600点っていうのはだいたい400から500時間くらいなんですけど、実質ね400から500時間も必要はないと思いますので、でまずこの動画を見て学習を始める方は1日1時間からぜひ始めてみてください。で時間がないという言い訳は本当にしないでください。はい、電車の時間だったりとか、うんこしながらだったりとか、起きるの30分早くしながらするとか、もうそういうようなことでいいので、しっかりと1日1時間コツコツ継続していきましょう。ということでですね、この動画を見て英語学習を始めるきっかけになったら嬉しいです。はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。でですね、僕のねインスタ、ツイッター、ノート、そしてブログもね、実は始めたので、貼っておきますのでぜひ見てください。このチャンネルが良ければですね、コメントか、チャンネル登録かなんかしていただけたら嬉しいです。はい、マジで。ということで
また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。